人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、被災者様からですねお喜びの声はがきいただいております。あの人吉シルバー人材センター様経由でですねお届けしたお客様でございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、人吉熊谷津代足北仏壇支援隊隊長永田光輝でございます。あの実はですね名刺が変わったんですよ。これ昨日まではこの名刺やったんですよね。で今日からこの名刺、何が違うか言ったらですね、ここが前のクラウドファウンディング、今度が新しいクラウドファウンディングという形でですね、はい、まあそういうことでございます。はいはい、2021年1月24日日曜日ですね。はい、今5時42分の朝動画でございます。外気は8度だったですね。今雨がさっきかなり降ってたんですけど今ちょっと止んでますね。はい、まあありがたいことにですね、これ見てください。人吉のですね、被災者様からですね、これはお仏壇、あの人吉シルバー人材センター様を通じてですね、こうやってあのこれありがたいことでこれチラシを配っていただいたんですね。もうシルバーさんありがとうございます。でですね、あのそのお客様からですね、こんなにありがたいですねおはがきをいただいております。読ませていただきます。この度はありがとうございます。主人もさぞ喜んでいることと思います。本当にありがとうございました。こちらこそもありがとうございます。ご主人様先に他界なされたんですね。もう本当もうお悔やみ申し上げます。でですね、やっぱりこういう形で非常にですね手書きのですね心のこもったおはがきでございます。もう何よりの我々の励ましになりますのでですね、これからもですね一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、で、人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供、人吉市エッジ様からお礼はがきでございます。で、人吉シルバー人材センター様からご依頼を受けてお届けしていただいたお仏壇のお客様でございます。真心こもったですねお喜びの直筆はがきですね、お喜びの声、もう何より感謝でございます。でやっぱこれが一番ですね我々の力のもとになります。もう本当にもう書いていただいてありがとうございます。それとですね、これをですねやっぱこれ実ははがき自体はですねシルバーさんがこの被災者さんによければはがきは仏屋さんに出してくださいってお配りいただいてる分なんですよ。本当ありがとうございます。はい、まあ、でこういう形でですねどんどん言ってください。お届けします。はい、ですからこちらの青い字が0966-24-4681、これがシルバー人材センターさんですね。でこちら0963290-0224ですね、0224、こちらが当店の電話番号でございますから、まあ下の方にも貼っておきますのでですね、お電話ください、お届けいたします。それとですねクラウドファンディングですね、ご協力よろしくお願いします。やっぱですねお金もやっぱどうしてもですねお届けするのにやっぱお金がいりますのでですね、もうご調剤ご協力いただけたら、まあ、非常に助かります。よろしくお願い申し上げます。はい、ではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運をあってお祈り申し上げます。